こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。ね、もう痛いついたね。1000回だよもうすぐ。そうだね。900もう10回かな。だよね。すごいよ。すごいね。喋ったね、うん、みたいな。うん。うん、ね、うん、毎日ね、うん、よく喋るんだよね。まあね、それ誰だったらでしょ。ね、何？そんなことないと思うよ。あ、そう。だいたい結婚してまあ24年。4年。立つとね、うんうん、そんな夫婦の会話のないところもあるんだ。あ、それはそうかもしれないね。飯風呂寝るみたいなね、あるでよく言うじゃん。飯風呂寝るとかさ、おいだけとかね。そうだよね。おいみたいなね。なあ、うんうんうん、ね、私はおいという名前ではございませんって、ね、さあ、うん、でも一時俺おいも言ってもらったな。顎で使うんですね。顎で使えてな。なあ、ではこういうことなんだな、顎で使うって。ということもありました。いいんじゃない、まあ、うん、いいか、うん、な、はい、ということでね、うん、まあ、あなたの場合はあのこの人生は、うん、変化の人生、うん、ね、うん、あの子供たちもね、うん、お母さん変わったねって、うん、ね、言うしね、うん、うんうん、まあ、どんどん変化してるよ。そうですか、ね、な、うん、でね、今年はなんだかスリムになったし。これはね、衝撃でしょな、うん、これ早くホームページ載せないとなんだ。本当だよね。なぜあれかだよね。でもさ、昨日もさ、ちょっとさ、あの、うん、滝先生が、うん、あの東京の新しい滝ルームができて、金曜日と日曜日とかな、うん、講座を開いて、私も予定をパッと開けて、うん、その両方とも出たんですよ、うんうん、していろいろね、もちろんその一緒に勉強している鑑定士仲間もいたし、うん、あの全く初めましての人もいたし、うん、いろんな人と一緒にね、お昼食べに行ったりとかして、うん、もう使用前使用後の写真を見るとみんな口を抱けるよね。そうだよな、うん、私のあの肉はどこに行ったんでしょう、ね、フェイスブックにタッキー先生と一緒に写ってたやん、うん、なあ、うん、もう全然違うよな。俺びっくりしてはっとして、うん、なんか、うん、そうだな、前はなんとか締まりがないっていうかさ、悪かったね。なんかこうあれになってるの、シャープに。ああ、そう、うん、でもあの写真見て久々に痩せたって連絡くれた人いたん。ああ、そう、やっぱり分かるんだね。分かる分かる、うん、もうね、あの、うん、本当に一目で分かるような変化だから、うん、まあだからそういう体の変化があり、うん、それからまあ心の変化とかね、そうだね、いろんな変化が今というか、うん、まあずっと起こってるのはあなたの人生かもしれないな。でもね、やっぱりね、うん、まあ、例えばそのあまり私は美容ってそんなにさこだわらないじゃん。なんかシミそばかすなんとかしろとかさ、うん、普通だったら思わなくちゃいけないなんとかしようとかさ、うん、思うのかもしれないけど、うん、まあ、私は中身で勝負っていうさ、うん、もう変な開き直りがあってさ、うん、別に化粧しなくてもいいんじゃんとか、うん、中身がちゃんとしてればって言うでしょ、うん、まあ、もちろんその外見しか見ないでさ、うん、近づかない人もいるよね、うん、それはもう仕方がないよ、うんうん、でも私はこういう人ってことを分かってくれる人だけ近寄ってくればいいっていうのがまず私のすごい傲慢かもしれないけど、まず一つがあるわけ、まあ、傲慢だよな、うん、傲慢だよなって、うん、それで、でもね、実際自分が体重が落ちて、昨日計算したら2月の1日から比べて 8.8 落ちてるんだよね。すごいよね、うん、でやっぱり、ね、体が軽いとフットワークが軽いわけですよ、ね、パパパパッと動けるっていうかさ、うんうん、思ったことがパッと行動に移せるっていうか、うん、それでそういった意味でのストレスはないよね。そうなんだよね、まあ、パッと思ってもちょっとやっぱ体が重くて、やっぱ面倒くさい、明日にしようみたいなさ、うん、でやっぱりそこにやらなかった自分をどっかで責める自分もいるわけじゃん、うん、大したことじゃないんだよ、うん、だから郵便局に行こうとかっていうのも、うん、明日にしようみたいなさ、うん、だからそういうストレスがなくなったっていうことと、うん、やっぱり体調が良くなったよね。やっぱ思いより軽い方がいいよね、うんうん、それはそうだね。歩くにしても、そうそうそう、階段登るにしても、うん、ね、それは思った、うんうん、だからね、変化というかさ、うん、人からさ、うん、声かけられやすいようにするということ。要するにきっかけを作ってあげる、うん、要するに隙を作る、ある意味であなたは隙がない。そう、ね、うん、そう、だからなんかあなたに話しかけたくても話しかけられない人はいっぱいいるわけだよ。そう、うん、そうなんだ。こんな気さくな人なのに、いやいや怖そうなんかな。そう、怖そうっていうかね、だからなんかさ、うん、例えば痩せたらさ、あ、痩せましたねっていうね、うん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 、そっから恥入れるわけでしょ、うん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 、で例えば変な格好したらそれもいいわけだよ。おじさんみたいにね、と言わないけど、おじさんみたいになぜいつも黒ばっかり着てるんですかってでしょ。そうそうそう、いわゆるユニークなね、うん、前にもそういう話みたいにさ、うんうん、まあ、独特のものをしてるというふうなことをね、うん、しておけばさ、うん、そういう話しかけやすいものを作っておく、うんうんうん、ということもね、うん、これ人間関係の一つのコツだよな、
じゃいつものピョン吉がこうペタンとくっついたこうカエルの T シャツを着た時はなぜカエルの T シャツですかって。そうそう。だから今ね沖縄のほらあのネーダーさんにさバチ作ってもらってんだ。15センチぐらいの。ほう。うん。そこにさ、まあ、イルカのマークなんだけどさ、うんうんね、そこにあのみんな友達、うん、イルカみたいに着てみようって書いてさ、うんうんうんね、こっちの T シャツそれにしようよ。あ、そういいね、うん、俺そのバッジをさ、うん、ずっと貼っつけて、うんくっつけてさ、うん、動くんだ歩こうと思って。ああいいね、まあ、実験でどんな変化がどんなことが起こるか、うん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 、な、うん、あの人なんだろうみたいな、ね、なそうそうさ、うん、あの一応まずイルカに興味ある人がまず声かけてくるじゃん、うん、一つでしょ、うん、それからそれを変な人だと思う面白がる人が声かけてくれる、うん、そういうものを見ね、そこでフィルターができるわけよ、うん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 、その人間関係のね、うんうんうん、と俺は思ってるわけ。ばっかだなと思ってみるかもしれないし、ね、そうそうそう、それはそれでいいじゃん、うん、別にあ他みたいな人いるかもしれないし、うん、そうそうそう、それだったらやっぱりラグビーの格好して毎日歩けば目立つよ赤あれすごいたくさんね写真みんないいねいいねしてくれて嬉しいね。そうだよな、うん、なあ、うんうん、でもまあラグビーはね宝物だからそういやあれよかった、あれで毎朝さ、うん、あのひばりが丘の駅前からさっそうと電車に乗ったらいいじゃん。そうだな、うん、ラグビーやるんですかみたいな、なあ、うんうん、それはまあインパクトあるね、うんうん、あれよかったよ、まあ、寒いよ短パンでは。そうだね、いやでもね赤にあのね上の長いシャツを緑にした、うん、あれよかったね、うん、私の選択。そうだね、もっと赤にしようと思ったんだけどね赤はちょっと きつすぎるなってないいじゃん、赤にしようと思ったんだけどね、うん、うんうんうん、まあね、うん、それもいいな。だからとにかくちょっとね、うん、あの目立たないをあれじゃなくてさ、うん、目立つを大事にして、うんね、それもなんかワンポイントかなんかでさ、そういうふうなあの、生き方がいいと思うよ、うんうん、でも正直やっぱ私は目立ちたくない人なのね、うんうんうん、それが傲慢だってあれかもしれないけど、そう目立ちたくないって言っても目立ってしまうんだから。あとあの地味な格好していても駅の池袋の駅のさ、うん、もう本当にすごい混雑の中でもさ、うん、俺も今日もほっと見つけるんだから。そうだね、うん、でもそれはさあの家族だからじゃないのって私なんか思うけど、でも多分違うんだよね。違うんだ、うん、エネルギーの世界って違うんだよね。違うんだ、うんうん、なんかのオーラを発してんだよね。そうそうそう、うん、私はここにいるよみたいなね。そうなんだ、そう、だからさそれが一致させればいいでしょ、肉体と体のオーラと、うん、オーラはそういう風に発してるのに、うん、ね、うん、あなたのこの顕在意識は目立ちたくないという選択をしている、うんうん、だからそこのアンバランスさが、うん、ね、うん、あなたの大ブレイクを足引っ張ってる。わかんない、でもね多分、うん、私が目立ちたくないと思っていることを例えば今これを聞いて、あの人そうなの、うん、と思う人もいるかもしれない、うんうん、そうだよ。でもね、うん、もう昨日もさ体占いだったからさ、まあ、それぞれ体ちゃんの資質ってあるわけよ、うんうん、私はすねなんだよね、うん、計画性なんだよね、うん、ですごく非常に細かいところに行き届くって言って、うん、タッキー先生にも言われたけど、すねの人がお母さんである子供ってある意味すごく大変、うん、あ大変だよ、すごい細かいところにまで、うん、そうそうそう、それがまるで当たり前のように意識しないで、うん、そうそうそう、でなおかつ自分ってすごいって全く思ってないから、うん、これがもう普通と思ってるから、そうだから普通だから相手にも押し付けるからな、それをどっかにあるのよね、子供だったら なんであんた気がつかないみたいな、ね、そうそうなってくるからな、うんうん、どんなに言ってんだ子供思うよそれは。そうだね、うん、でもそれをねこうやっぱり、あ私はすねなんだすねなんだすねなんだと思うわけじゃん、うん、ちょっとやっぱりインド先生って言って、私は獅子座の太陽なんだ、うんうん、あやっぱり私は獅子座の太陽なんだ太陽なんだと思った時に、おのずとどういう生き方をしていくかっていうのが出てくるよね。うもう簡単なことです、そうですね、そんなのは別に占い師に行くことなければね、うん、誰でも分かることじゃん、ね、獅子座の太陽でしょ、まあ、獅子ってのはライオンだよ、百獣のライオン、ね、太陽ね、うん、まあ本当にこの太陽系の王様だよね、うん、ね、うん、でスネってのももちろんその計画性であり、ね、まあ、やっぱりこうきちんとこうやっていくんだよね。そうでしょ、うんうん、だそういうものをこう3つ揃えたらさ、うん、もうどう生きをすればいいか分かるわけでさ、うん、それに従っていけばいいね。そうなんだよね、あんたに言われたくない。そうだよ、ね、あんたにだけは言われたくないわ。だけどそれ目指したくないって言ったのがおかしいって、うん、あんたにだけは言われたくない。俺は素直に生きてるでしょ、そうやって。まあどうなんだろう、まあ、あんたある意味素直だかもね、うん、その通り生きてるから負けてるんじゃん。それはあるよね、うん、だからそこもね、まあ、タッキー先生もさ、うん、まあ、昨日ちょっと実験さ、うん、鑑定士仲間ちょっと残ってね、講座の後も残って、うん、タッキー先生のところでちょっといろいろお話しさせてもらったんだけどもさ、うん、まあ、タッキー先生もちゃんとこうちゃんとったら変だけど、うん、まあね、いろんなこと勉強してる方だから、うん、スッ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 とこう、まあ、うん、救いの手というかさ、うん、引き上げてくれる力というかさ、うん、そういったものが入ってきて、まあ、タッキー先生の場合もそれプラスね、人柄がすごくいいとかさ、うん、いろいろあるわけじゃん、うん、だからやっぱりいろんな人がこう関わりたくてこう来てくれるわけでしょ、うん、その中をこう上手に
うん、なんかうまくタイミングがあってさ、うん、来て、そう、ね、うん、そう、だからさ、まあ本当にな、あの、周りに振り回されずさ、うん、ね、うん、あの本当に自分を知って、うん、自分のペースで生きてればさ、うん、うまくいくはずなんだよ、うん、だから本質を生かすってことね、そう、うん、それは思う、そう、うん、そう、だからそのまあそれがなかなかできないから、そのためのインド先生だったり体の俺があるっていうことだってさ、自分の資質を知る、本質を知る、今世の計画を知る、そう、だから知ったらさ、知ったらね、聞いたらさ、それは本当だ嘘だってさ、どうでもいいの、まずはやってみる、そうだね、まずその通りやってみる、うん、でそれで変だったらやめりゃいい話だからそうだね、はい、ああ大したリスクにならないんだよ、まあ、あんたにだけは言われたくないわ、ごめんね、あんたにだけは言われたくない、そう、そう、うん、あんたの私は師匠だと思ってるけど、うん、そう、はい、長老なら聞きます、はい、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました。